ゴック、よろしくお願いします。ローズゴルフクラブ来てます。第1回目なんですけど、ゲストの方をお招きさせてもらって、フットゴルフを全国各地でしていこうっていう新企画になっております。記念すべき第1回のゲストの方お呼びしてます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ローズゴルフクラブ調子いいですか。マギガさんです。はじめまして、マギガと申します。よろしくお願いします。一番最初にフットゴルフやっていただいて、はい、フットゴルフ広めていただいたのマキヒカさんなんで。そうですね、まあ、リョウ君をこの世界に連れ込んでしまったのが僕。しまった。はい、完全に。フットゴルフや9ホールやりつつ、普段の感じで喋りながら楽しくやっていこうみたいな。なるほど。なるべくなんかプライベート感の感じでやりたいんですよ。あー、オッケーオッケー。企画としてっていうのもあるんですけど、うん、俺プライベート喋らんけど大丈夫。僕ちょっと質問とかを何個か考えてきたので。なるほど、ずっと回してくれるってことですね。この動画40分になってます。なるほど。間でなんか僕ちょっとタチションするかもしれない。ちなみにあれですよね、僕の後に誰かとやるんですか。そうです、これリレー形式みたいな感じで、うんうん、もしじゃあ僕に負けた場合は、はい、紹介なしでも大丈夫ですか。企画終了。企画終了で第1回で終わりでも。そうですね、確かに負けるわけにはいかないんで、うん、まあハンデはなしで大丈夫ですし、まあここがまずりょうくんの得意コースの左利き専用コースになってるんで、まあ全然全然本当にそれも踏まえて本当ハンデはなしで全然大丈夫なんで。わかりました、はい、じゃあよろしくお願いします。お願いします。僕専用じゃないっすよ。最初はグッジャッキー、はい、高校先行で。だってどこ蹴るか知ってるもん。あとなんか今日ね、僕このフットゴルフしようって言われて、僕ボール持ってないんですけど、このボール蹴ってくださいって言って、見たことないブランドのボールをなんかいきなり蹴れって言われてるんですけど、なんかこれ大きいちゃうの。いや違います。爆発するとか蹴る瞬間に。これめっちゃいいやつですよ。あ、そうなん。これだマレーシアのやつで、最近これ使ってるんですよ。ジャブラによりらしいです。フットゴルフ専用のボールなの。専用になんか開発中のなんか試作品らしいです。だってジョー君のボールジャブラになんですけど、ずっと空気抜けてろうとしてる。今マジでずっと出ない。ずっとずっと空気抜けてる。これ最後のパットの頃にベッコベコになってます。いいハンデやな。フットゴルフってさ、はい、大会とかでもいきなりこうやって思いっきり蹴る、思いっきり蹴るアップとかないん。あれですよ、アップは一応あれですけど、確かにでもなんかこんだけ本気で蹴るのはアップでもないんで。なんやんな。1、もう1ホール目の1打目が一番緊張する。緊張するよな。よっしゃ行こうぜ。いきます。よっしゃ、勝とう。おう。ちなみにここはパー5です。オーラーで決めたらパー。すげえ。うおー、ナイスショー。めちゃくちゃすげえ。いい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 ね。えぐない。おお、あっか。えぐないえぐない。見えてるのどっから。うわ、え、いい。次入るやん。すげえな。マキイカさんの任して。ジダメトーキック。あれ梅谷がおるときがこう蹴らされんの。俺洗脳されて。あれフットゴルフってそのサッカーやってる人だけじゃなくてみんなできるんですけど、その1打目がリョウ君みたいに飛ばなくてもアプローチとかが大事になる。めっちゃ詳しいですね。そうそう。初年度だけアンバサダーしてそれ以来オファーがなくて。初年度は世界大会も出たの。いきます。ナイスショット。よし、いけ。いい、入るなよ。あれ入ったらあれっすよ、高速道路。ほんま？はい。ちょい左で入ったら。あ、入ってない入ってない。見えた。グリーン乗れ。おお。いくいくいく。おお。めっちゃうまいやん俺。左の方に寄せるんやろな。その真っ直線いかんずにちょっと左寄せてこう行くもんね。めっちゃ知ってる。脇川さんここでももう5回目ぐらいちゃうから。そうっすよね。気によんねん、ほんまフットゴルフうまい人。あ、うまくない。サッカーってあんまそんなんないやん。フットゴルフは結構調子がある。季節今日冬なんで。あ、今日冬なんや。夏やもんか。冬は芝短いんで、うん、めっちゃ転がるんですよ。夏場やったら多分これぐらいしか飛んでない。うーん、詳しいな、フットゴルファーみたいな。一応フットゴルファー。フットゴルファー、はい、飛距離さ変わらんくない。左がマキイカさんで右がリョウ君。あ、じゃああれ全部どんだけ僕の方が近くても、オッケー。うわ、強い気するけど。ジャストジャスト。今のジャストの。久しぶり、僕1ヶ月ぶりなんですよ。言い訳すんなよ、プロフットゴルファーやねんから。1ヶ月ぶりなんですけど、うん、めっちゃうまない。こっちかよ。真横やん。めっちゃうまない。あの段差あるじゃないですか、うん、あれを越した方がいい。越した手前やもんな。で、左からチョンやもんな。めっちゃ覚えてる。ダメだ。
よっしゃ。これむずいな。インサイドにしとこう。終わった。あ、でもまだまだいけるっす。いけバンカー入らんかったら。おいいよ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 。いいやんか。ナイスショット。どうしよっかな次。山の方蹴ろうかな。トゴルフのやっぱ魅力を僕に教えてくれたのが辻本亮君で、初年度に僕亮君と一緒に世界大会も出たもんね。ああ行ったさ、あれめっちゃ懐かしいっす、うん、でも世界中からアルゼンチン人とかフランス人とかいっぱい来て150人ぐらいが参加した中の50位やったまあまあ上もうめっちゃ悪いわけでもなく、うん、トップ10入るわけでもなく、うん、すごかったよ。だからみんなできますんでね、ぜひやってください。すごかったな意外と。めっちゃむずい。めちゃくちゃむずいとこ止めてもらった。ちょっと入れるわ。こっから。これ入れんの？いやこれ。かっこよすぎるぞ。もう一回やって、もう一回やって。ちょ入れんとくわ。おい。これどういうこう。右で。右なんや。バンカー入る。バンカーも入らんわ。あ、カートのタイヤぐらい狙う左で。へえ。めっちゃ攻めてない。攻めてる？バンカー入りそうじゃん。で転がってあっちに行くってことやな。そうっす。いや見たい。プロフットゴルファーのキックみたいな。プレッシャーうわこっちからの方がいいかな。入ったらかっこええで。はっ、ええうわうわ見た。え、さっきの言ってたやんな、狙います。狙い通りやな。いやいや、蹴った瞬間ちょっと緩かったと思ったよ絶対。ほんでなんか入る手前で一瞬当たらんからグッていったよな。すげえすげえ。レイボーロード乗ったっすよ今の。今のうまうまい。いやうま俺おい、1ホール目はさこっち立てなあかんって落ち込むって僕がもうこんなんされたあれ入る？この角度はもう絶対無理やもんな。どうしよう。この芝止まったな意外に。でもここに行ったら多分吸い込まれていくんで、ここに行った方がいいっすそうやな。うわくそートゴルファーやのに俺鬼アンパイはちょんでここに行ったそうやな。強すぎたら多分行っちゃうんで。はいはいはい。こっち乗せたら外れたらマジでこれぐらいまで行くんで。マジ？じゃあ緑のままで。これ僕だって3打目やもんね。じゃあ3段目いきます。きついんか、きついんか、きついな今ので。きついんや。うわめっちゃいくんや。これいくね。次決めよう俺。大丈夫大丈夫、こっから決めるのが僕やん。いきます。うまっ。おいおいおい、振ったこれ最高やろなあ、ちんたとか焦ったよな。でも行くよなフォーうま俺うまいんすよ、マキイカさん、マジで。今の絵めっちゃいいわ。ほんまにうまいんすよ。めっちゃいいやったなおう、ちょっとこれほんま映してもらっていい？これ右コースやって、これは。いやいや、左のアウトこれ右やん。あっこ、あっこやんな。手前にバンカーが2個あるよ。そうそう、右で蹴ります。そすけちょっとこれなんなアウト回転かけるってこと。いやこれはあのカートらへん置くわ。いきます。2ホール目パー4ちょっと空気ない音した。あっここに置こうか、りょうくんと同じとこに。やってもたよ全然全然転がる。オッケーオッケーオッケー、全然オッケー。めっちゃ聞きたかったことあるんですけど。僕にですか？はい。いっちゃん最初に脇彦さんに、うん、フットゴルフのコラボをしてくださいみたいなので、うん、Twitter で DM 送ったじゃないですか、うん、めっちゃ失礼な分やと思うんですよ、うん、なんで OK してくれたのかな。ほんまに記憶ないですすいません。こんな5年前の記憶をほじくり返されて。え、失礼な分やったん？めっちゃ失礼な分。今読み返すと、はい、ってこと？それあるん？あるん？あるっすけど。じゃあ後ほど見せてもらいたいです。でも
あ、俺は結構あの文面厳しいタイプだから、そんな失礼な文面とか断ってたり、もしかしたらユージが DM 返してるかもしれんな。あー、こんな話してるけどってユージから言われて、で俺はフットゴルフまあやってみたかったから OK って言ってって言ってユージが返したかもしれない。バリ失礼な文なんですよ。後で見よう。ほんまに無理やり俺はあの兵庫県の三内に連れて行かれた記憶があります。今は亡きサンダースで。あ、なんや今あの太陽光パネルになってます全部。穴が開発させる、はい、用途したよな。おー、だいぶ減ってる。いいそれで。うん。あー、ミスったかも。手前すぎたな。オッケーオッケーオッケー。俺、稲田のフリーキッカーやからな。なんか俺、おらんとこでフリーキッカー選抜みたいなやってたけど。しもたーそりゃちゃうな。ソゴルフやな。バウンドまで予想せなダメですもんね。くそー、いや今の惜しかった今のめっちゃ米の跳ねるとこがちょっと計算ミスやったな。バンカー鬼荒れてません。すごいな、工事現場みたいな。これえこれ読まない、え、読んでいいっしょ。切れます、これ え、これってバンカーなの。バカやん。バンカー通そうと思ってんけど、バンカー通らんよな。いや、今が通した方がいい。僕は狙った方がいい。絶対奥のバンカー入るんですよ。いやいやいや、僕あれバンカーちゃう、ちょっと。あれ何なんですか。チャンス。チャンス。3打目 ?3 打目です。OK。あー、強い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 。OKOKOK。バックスピンかけたな。すごい、そんなキックもすんねや。よいしょ。誰うまい。いやー、ナイスショー。うまっ。マキイカさんの辻本亮の第一印象どんなやったんすか。当時は好青年やったな。当時は今もいや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 、今はそのエロが上回ってるから本当に困ってるもんで。当時はフットゴルフの穴だけに注目してたんですけど、今は違う、いろんな穴にもこう注目してる選手になってるんで。当時もかもしれない。逆にエロがあの時は皮かぶってたもん。うまいな。逆にりょうくんの第一印象は、正直そ初対面はちょい怖かったっす。あー、オーラまとってたんで。あんな底辺 YouTuber オーラまとまれへんやろ。当時8万ぐらいですよ。あ、もうだから今のりょうくんよりおるな。本田圭佑さんのモノマネで、うん、結構あれじゃないですか、バズってたな。初めましてで挨拶した時とそのスイッチ入った時の本田圭佑モードの切り替えがすごかったっす。うわ、プロやと思ったぞ、ほんまに。まあ、プロやで。プロプロ。4打目4打目です。うわ、これむずいな。これで決めなあかんとかやんな。これ決めたらダメっす。これちょっと外したら流れんじゃん。そうだ、もう悪いイメージつけといて。これむずいで。あ、見えた見えた。なんか見えるよね、見てすぎる。見えるっす。うわうわすげえ、ちょっとずれた。決めちゃおうか。意外に緩くていけるんやな。緩かったらそんなあれやな、手前で曲がったら嫌やな。俺フットゴルフってほんま身長低い人有利やなと思ってて。え、なんですか。そのここでさ、こうやって傾斜 見たとしたらこう、はいはいはい、身長低い人やったらまあこれぐらいのまだ傾斜を見れてるやん、はい、こうやって見たらもう、あー平らに見える。確かに、トップのフットゴルファーは、うん、打つ時ももうこの見たラインで見た感じのこのままの視線で打つ人です。すげえな。やった方がいいです多分。こうやって、はい、こうやって蹴れるか。決めよう、これ決めれる気意識だ。あ、ちょ、あ、やめて、こんなん間違う。ちょっとやりすぎました。あ、でもでもでも、うわ、ほぼ一緒っすよ。ミスった。うわー、もったいないことした。これがフットゴルフ、もったいないことしたって思うやつ。1センチずれるだけで全然違うとこ行くんですよ、うん、5打目ね。5打目っす。5打目、これ決めなあかん。 OK、 ナイスショー。 OK、 ありがとうございます。この距離がむずいからね、逆にね。決めれる、できる、楽勝、大丈夫。ゆる、ミスった。うわっ、もたー、ゆる、ゆるよいしょ、ロー君2打差か。いや、ここむずいっすよ。
いい時はいいねんけど、なんかここら辺に1打来て、そうですね、ここでボーンって燃やせて3を出せるとこでもあるねんな。確かに事故ったら5、6になるっていう。3ホール目のパー4です。これの次右ですから。すげえ、あんな飛ぶ。うおいきます。いやーナイスショー。蹴り方気持ち悪なってる。アプローチやからってことか。ツイッターの DM 俺開いてないよ。あの受け付けてない今。あの当時は受け付けてたけど、はい、今はもう誰も送らへんくなってると思う。2018年7月18日。マキヒカ様、はじめまして。あ、まあ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 。はい、突然の DM 申し訳ないです。申し訳ございませんね、普通は。はい、辻元亮と申します。はいはいはい、申します。現在、20歳で学生です。フットゴルフというスポーツの、2017年日本代表で普及活動を関西圏を中心にやらせていただいてます。そこで、一つ提案なのですが、マキヒカさんの YouTube の企画として僕と一緒にフットゴルフをやっていただけないでしょうか。本田選手のモノマネでフットゴルフをする的な感じでできれば面白いかなと思います。うわ、一度ご検討の方よろしくお願いします。なんかな最初失礼じゃないかなと思ったら最後失礼やな。最後なんか偉そうになんか俺の企画は提案してきて、20歳のやつがなんかいきなりこれ面白いと思います。でもほら返してるユージやん。今見たらバリ失礼じゃないですか。企画案提案してもんな。ということでリラメイキをしゃ結構ガタガタやな。ガタガタやな。見えた見えた。あーそっちなんや。攻めすぎた。そっちずれんね。そっちずれたっすね。アプローチの巻き方やから。これダメだれですね。この攻めてあの3打目が OK パーじゃなくなるっていう。うわ、すんだ。おお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 お。次もう下からなんでめっちゃいいっすよ。僕のやばいっすよ。もうあるよ逆転。やっと視聴者さんも楽しくなってきたよ。プロが負けるところ。これやばいぞ。3打目。3打目っす。これやばいな。うわ、うわ、止まって。おー、さっきじゃん。さっき言いません。よくの4打目。オッケー、危ない。パー4で4ね。危ない危ない。よし、逆転のチャンスあるよ。ここで詰めとかなあかんよ。これ直線よ。いや、チャンスはちょっと右や。はっ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 。もう、かな。あー嘘でしょ。おいうわー、もったいない。やめて、ほんとに。5打目。マジか。そうやん、ここむずい、なんかあかん。あー、待って何やん、何なんですか、ほんとに。あげないです。6打目。あーもうつらー。6打。りょうくんとじゃあ合計4点差。も4、しかもバーディーチャンスから。うわ、すいません。これがフットゴルフやな。ほんまにこれ公式戦でこれやるじゃないですか。ほんまに帰りたいっすよ。メンタルやばい。フットゴルフはこの間にやっぱりご飯を食べれるんですよね、りょうくん。はい、ご飯食べれます。で僕は毎回この。さあ、次が4ホール目です。ぶっちゃけた話なんですけど、りょうくんがウィナーズに入れない理由って何なんですかね。りょうくんだからずっと入りたいって言ってて、梅ちゃんが最初に聞いたんかな。りょうくん
どうですかみたいな。そしたらチームマキヒカ色が強くなるからダメって。で梅ちゃんはそこはほんまに言われたらしい。でその後僕がミナーズの大偉いさんに、あのりょうくんって知ってますかって聞いて、あ知ってますみたいな、めっちゃ TikTok 上げてくださってる人ですよねみたいな、あそうです、その人が入れたってくださいみたいな言ったら検討しますって言って、結構前向きな感じだったから、その時りょうくんに電話したもんな俺。はい、りょうくんいついついけるかもしれんみたいな。そこは連絡ないな。なるほど。蓋開けてみたら俺も嫌われてたもんな。嫌われてではないっすよね。じゃあ今後まだもしかしたら可能性あるかもしれない。ある、あるんすか。全然ある。あるんすか。入れ替わりある。いやそれはそれやったら嫌です。気まずない。一さん見に行ったじゃないですか、うん、招待していただいて、うん、であれ見たらめっちゃ羨ましかったです。正直プロ選手とあんだけの観客の前でサッカーやってた人の優位じゃないですか、うん、羨ましいやろな。あれは、あ僕も観客側やったら絶対羨ましいもん。しかもな、いろいろコラボしてる人とかも出ててな。確かに。だからみんながバーって通るとき、りょうくんにみんな気づいてたもんね。うん、嬉しかったですね。いきます。どうした。あ、待ってください、これ 見てください、これこれ右です。これ右しよう。動画反転させてない。2ホール目に似てるもんね。確かに。さあ行きます。うわー、なるほど。おお。転がるね。よいしょ。いや書いて。乗れ、それに乗れ。行く行く行く。おお。ナイスショー。どこまでも行け。冬一打目むずい。あー確かに、芝寝てるんで、夏場だと芝立ってるからちょっとボール浮いてるんで。ああそういうのもあんねや。チームマキヒカってどうやってこういろいろこう入って結成されてたんですか。達也さんとか梅谷さん。なんかそんなチームで結成みたいなのが別に特になくて、僕とまずユージで YouTube 始めて、梅ちゃん入ってくれって入ったっていうか、梅ちゃんも一緒にやるようになって、でりょうくんも頻繁にこう大阪のサッカー系 YouTuber っていうのがりょうくんしか、まあ当時最初絡んでなくて、でそのタイミングぐらいで達也さんもな、すぐ大阪の YouTube サッカー系 YouTuber みたいなんでよく集まるようになって、もうこのメンバーとかでフットサルとかイベントしたら面白くないみたいなって、じゃあチームマキヒカっていう名前で活動しようみたいな感じでなっただけで、で名前がこう結構バーっていってる感じで、だからな、そうなんか契約書とかそういったもんではなくて。キジ君とかはどうなんですか。あキジはだからあれや、梅ちゃんのもともと編集とマネージャーみたいなポジションやったんですよ。あ、そうなんですね。そうですね。な、キジ君の、あの記念すべき第1回の編集、あれっすね、梅谷さん、マキヒカさんペア VS 僕、ヤス君の目隠しフットゴールです。あそうなんや。らしいっす。一発目ちょうどそのタイミングで、なんかマキヒカカップとかもやって、うん、フットソロのイベント多かったんで、うん、からしたらめちゃくちゃありがたかった。最初は大大と一緒に、大大生やったんで、大大のことを一緒にフットサル大会とか出て、敵にミキ・ホマルとかいたんですよ。ああなるほどなるほど。ここの2打目が大体むずいんですよ、このコース。僕行け、僕行け。いいとこ行くんか、フットゴルフやな。確かに狙ったって言っといたら、うん、狙ってない、今のほんまに狙ってない。危ない、俺見てよ、OB やで、もうちょっとで。ほんまや。うわぁ、ミスったミスったミスった、めちゃくちゃミスった。ストップ、待って、スリー。 OK、 危ない危ない、うわやばい、これうまい。うわぁ。えぐい、うまい、よしよしよし、えぐい、負けた、このホール。ナイス、俺、うまっ、うまい、今のうまい、嬉しいよ、ほんまに。このやっぱ遠い距離で入ったら嬉しいよ。負けたらお前ゲスト紹介してもらえへんの。ほんまや、ほんまや。もう新企画って言ってここで終わっても。誰でもいいん、ゲストって。ちなみに誰でもいいっす。マキヒカさん、俺の LINE におる人やったら誰でもいい。はい、あのグラビアアイドルの日々の友香は。 あれほんまに何なんすか、あれ。何も別に普通のグラビアの方やん。コメント欄でも見ました、梅ちゃんの。はい、学校の日々で。そうそうそう、がっつり絵文やった世界。やめよ、そんなんよ。
グラビアの方。ほんまにグラビアアイドルの方なんです。グラビア、グラビア、グラビアでそんなあります？思われる。いや、ほんま俺びっくりして。てかグラビアのそのカッコつけてるとかじゃなくて、俺ほんまグラビアのイメージビデオ見たことなかった、正直と。はい、あ、そうですよね。そんな、なんか AV は見たことあるけど、はい、グラビアの確かに、確かに、なんか水着でサーサーサーってやってるぐらいかなと思って見てるから、俺はびっくりしたん、興奮したもん。冗談ですよ、僕 LINE にいませんから。LINE はまだ知らないです。まだまだ。うわー、濡れてる、最悪や。こけた形跡ある。これ、これタックこけたとこ、これ俺もこけたんすよ。いや、これやばい、ここはやばい、これこけたな、これやばいな。ホールインワン全然あるコース、これあれな、決めて2台やもんな。そうっすね。うわ、あるで。あー、降りてこい、降りてこい、うわ、降りてこい。あ、止まった止まった、すげえ。もう一個右やな。うまっ。ちょっとこれ危険とかありですもう絶対にこけるエリアなんで。痕跡がすごい。うおおおおもう嫌ですわ、もう俺出れへんて。ないとこないん。おりゃー、おおちゃうねん。いつだこんなん、ないっしょ。こんなんやねん。これでも切れたら、そうそう、僕が外したらだってあれっすもん、下っていくっすよ。りょうくんの意外に距離あるな。意外とあれっすね、しかも下りやし。オッケー、うまい、しゃーよいしょ、よし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 。あ、見えた。あ、終わり、見えてしまった。レインボーロード、はい、ここでーす、行きまーす。ゆるいでーす。ゆるいけど、その流れはそうやった。確かに、ライン乗ってたっすね。ナイスショー、ショー、ナイスパー。6ダメ、6ダメ、6ホール目、6ホール目。なんで6ダメって。6ホール目、6ホール目、パー3、ホールインワンやん、これ左利きが。え、あれ、あれっす。決めたことある？ホールインワン出たことないっすよ。こんな近いのに。はい、意外とむずいんすよ。さっきのコースはあるん？さっきはあります。うわ、あえて、あえてか。へぇ、そういう作戦か。うわぁ、そっちなんや。だいぶ緩いわ。そっちなんや、だいぶ緩いわ。これ、もうちょいこっちさせていい？ミスった、ミスった。あ、大丈夫です。これ、決めていいですか？決めてください。いやです。よっしゃ。お、いいかも、いいかも、これいいやで。え、おぉ、いく、はい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 、いく、いく。ここでまあ少々だが、つい決めて初めてやから、どんだけ近くでも。これがフットゴルフ、つい決まらない意味ないね。マギガさん、本田圭佑のモノマネするきっかけって何なんですか？したけきっかけ。中学生の時に実は僕も。そうなんです。で、中学の時の友達のお母さんに、君本田選手に似てるよって言われて、だからその時本田選手が星稜か名古屋とかやった。お、本田選手も黒髪長髪やった。俺中学の時長髪やったんや。笑ってるやん。で、黒髪でそれやったから、なんか似てるよって言われて、へぇ、見てみて、あ、この人に似てるんやみたいなって。で、その人のプレー、その時はまだそんないっぱいメディア出てないから喋らへんから、はいはい、プレー見てたら、プレーがなんかポジションも一緒やって、トップ下ぐらいやって、好きなプレイヤーやったんで、そっから好きになって、で、彼がいっぱいなんか喋りも面白おかしくなってきたんで、僕もおぉ、だから中学っす。あ、そうなんすね。僕最初に見たのあれっすもん、最大の時に、あ、ツイッターでなんかあの、うん、バスの時に本田選手いいですか、あー、嫌です、はいはい、はい、バスとアルデンテがいいんですよ、はいはい、なので初めて見て、もうだからあれはもうモノマネして4年目とか、大学でモノマネやって先輩におもろいって言われて動画撮られてや。へえ。なんか筑波のロナウジーニョの対戦した、したした、筑波大のロナウジーニョと台大の本田圭佑でモノマネのインカレ決勝してて。ああ、見たことあるっすわそれ。でモノマネで優勝した。インカレ優勝っすか、モノマネで。国士舘対台大もインカレのサッカーの本物決勝してて、はい、台大勝ってんやん。だから台大その年2連覇してるモノマネとサッカーで1年で2連覇してる。
僕が最後いやーくそーあったよな、なんかな、ここ。こっち行ったで、ここで入るやつやろ。じゃあ3だ3だよし、これでかいぞ。ここやぞ、さっきからこれ多いぞ。こっからミスってんのよ、さっきから調子乗るんやろな。普通に決めたらいいの、普通に、普通に試合、試合、普通にサッカーで横の、ここにパス、パスしたい、はい、パス、え、パス、パス、パス、オープン。よかったよ。2連敗じゃあ2連敗じゃない、2連敗ではない、2敗目、2敗目最大でモノマネで、本田圭佑さんのモノマネやってたじゃないですか、うん、で、1回あの就職したじゃないですか。あ、しました、株式会社神戸松田にはい、しましたよ。で、車中トークやられてたじゃないですか。やりましたね。で、一本でやるってなったじゃないですか、うん、そこの、なんで一本でやろうってなったの。こんなホール感で喋れるか時間よ確かに。もともとだから、松田で働いてて、はい、いろんな面でちょっと転職したいなっていうのがあって、そんで転職先をいろいろ探している中の選択肢の一つで YouTuber っていうのがあって、はいはい、で、なんで YouTuber になったかというと、その時見てた YouTuber がめっちゃおもんないのにめっちゃ荒稼ぎしてて、あ腹立って、こんなおもんないやつがなんでこんな稼いどんねんみたいなって、俺の方が絶対おもれし俺の方が稼げると思って、もうその時点で YouTube ちょくちょく動画上げてたから、うん、それを見つけたユージが、ユージっていうのが大学の一緒の同期、ユージが一緒にちょっともう YouTube やろうやみたいな。7ホール目のパーフォース残り3つ、残り3つ、あれあれ右奥、右の、あ、めっちゃ奥や、めっちゃ奥、ここが多分一番難しい。じゃあ右足で、ちょっと昨日あれなんですよ、右足でダイレで打ったら決勝点で決めれるところ、わざわざトラップして左で持ち替えたらキーパーに止めたら、うわ詰められたんですよ、ないで悔やまれる、いきます、よいしょよいしょ、すげえな、あんな飛ぶ、いいね、マッコぐらいには行きたいな、蹴られへんねんな、このゴルフ場強い球が、梅谷の顔とかあったら思いっきり蹴れんの、いきます、よいしょ、おフットゴルフの蹴り方って全然ちゃうっすよ、ね、うん、サッカーと。だからサッカー上がりの人が最初フットゴルフしたらどっか行くもんな。そうっすね、ゴールキック蹴りとかしたら上には飛ぶんですけど、うん、飛距離出ないんでムズいっすよ、ね、そうやな、パターもなんかインサイドキックわけわからんくなってくるもんな、ミスり出したらまっすぐの蹴り方分かれへんくなるさっきなってんけど俺3ホール目かで2か3かでどうやってまっすぐ蹴れるってみたいな、でもこっから助走つけてもう蹴ってくれん、あ、オッケーっす、じゃあ行きますね行きますね、いいっすか2打目、ああめっちゃええとこやん、鬼だったコンクリート越えたらええもんな、コンクリート越えへんで、いきます、コンクリート越えたい、よっしゃ、聞こえへん、変なとこ行った、やばい、スーパーハンパー、やばいやばい、高速や、パーなんぼ、パーフォース、お溝やから、まあ最悪こことかでもいい、はい、ただ危ないっす、いや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 、そんなん関係ない、こういう危ない危ないとこやってるやん、今 YouTube 危ないことやってるやん、ここに行きますここにしときます、ここマジで地獄のコースなんですよ、下りなんで全部戻ってくるんですよ、だってさ、沼ってたなそうそう、うわ止まってくれ、止まれ、おーよし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 、さっき上がる、上がります、でかいでかい、オッケー、よいしょ、ありがとうございます、いい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 、どれよ、うまい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 、うますぎるやろ、おーえぐいえぐいえぐい、めっちゃうまいっすか言われた通りマジでうまい、これでも外したら、これ外したらやばいな、イメージちょっと降りてくるかなと思ったんですけど、確かに止まりました、意外とこんな傾斜あんねんな、これあとチョンってとめっちゃ転がるぐらい傾斜あるで、ここうお
今のむずかったね。りょうくんのやったらもっとこっち行ってたよ。意外にもうちょいこっちに自分で変えたけど。危な。ワキキャさんってやっぱあれっすよね、大一番に強いっすよね。やめください、 PK 大会外してるじゃないですか。あの PK 大会以外は以外はわざわざ千葉までみんなで乗り合わせていってな、100万取るぞー言うて初戦で敗退したもんな。メンツ的にもこれいけるみたいな、最強のメンバー集めたのに、あ、申し訳なかった。あのキーパーまだ怒ってるらしいで俺。ほんまにあの大会以外はめっちゃ強いんですよ、勝負どころ。はい、もともとなんですかそれ。いや、勝負どころ弱いと思うで俺。そう、動画でも、うん、ここ絶対なんか決めなあかんみたいな、フリーキックとかバーでとかも当てるし、マジ決めるし、さっきのとかもなんかここ絶対取りどころみたいなところ取るじゃないですか、うん、逆に僕できないんですよあんまり。ここ絶対決めなあかんみたいなところをうん外しちゃったりとか。でもここミスったら方がおもろいっていうとこもミスるしな俺は。カリスマなんじゃない。無意識で。いや本当にそんな思ってない、ほんまに。そのでもフリーキッカーやったっす昔。普通に曲げたりとかちょっとさせていただいてました。みたいなもんが曲げたりとかやって、もう申し訳ないです。でもこの多分2個前ぐらいのフリーキック対決やらせてもらったじゃないですか。あれ対決遊びじゃない。簡単すぎて分からへん。マジでマジで上手いんですよほんまに。一球だかったしな。一球っす。ここ嫌いやねん俺、この面、この面。この1個目のバンカー超えへんねん。確かにキック力ないから、ね、じゃあ行きます。じゃあ8ホール目、8ホール目ラスト2ホール、逆転あるよ。うまい。オッケー。あ、ちょっと跳ね方ミスったな。すげえ。オッケーオッケーオッケー。あの白はちょっと超えたい、白バンカー超えたいですね。行きます。あれあかん、あかん、行ってください、お願いします。おお超えた。低い。何やんね。じゃあいいとこ。これは今のは確か持ってるわ。持ってるっすね、ほんまに。こういうとこやな。789がめっちゃむずいんすよ。むずいな。いきます。オッケー。バナナカーブいくわ。おぉ。バッコンハマったやん。待って、消えた消えた。俺今。こんなチャンスあるで。マジか。バナナカーブ行きます。どうしよう。これはむずいな。あ、でもあっこで跳ね返しで。行きまーす。超えたら、超えたら神。超えろ、いけよ。マジか。息ってやっぱ持ってるとか言ってたのに。持ってないなー。いや、こっからまた入れたら持ってる。それ入れるよ。あと2回か。よかったか、完成したやつ。どこで踏み込む。あ、そうやってる。行きます。これも練習なんで。そうやな、こういう時あるかもしれない。ここで踏み込む。ここです、トーキックです。うわあ、あいやめっちゃいいっすよこれ。あるこれあれっす。え、やばいって。うわ、え、うわあ、えぐー、すげー、これすげー、今のえぐー。スーパープレイや。やばい。すげえ。持ってた。持ってた。えぐい今の。すごい。終わろう今日。やめよう。あれ出へんもん。いく。すごい。うわ。え、完全に狙い通り。狙い通りっす。嘘つけ。変に外れたぞ一個。すげえ今の。すげえ今の。めっちゃすごい。ってことは俺もあるなこれ。あれっすねこれ。あーでもナイスタッチっす、ナイスタッチっす。やりすぎたぞ、もっとこっちで。いや、もう一回やりたいな、今の。りょうくんえぐいな。いや、あれマジ今のえぐい。なんだりょうくん。チャンス。あーん。もう足歪んでるよ。うわ、5ダメや。あかんな。パスでいい、パスでいい。あー
よし、いがんだ。ナイスインス。よっしゃ、ゴーか。ラストか。ラストっす。ヨウ君がミスりまくらなあかんってことやな。最終ホール。休憩します。もう4打差ぐらいあるんじゃない？最終ホールです。最終ホール。アジア一長いですからここ。そうなん。はい。何ヤード？405。ちょっと405だっておかしない？これ作り。おかしいっす。さっき200とかで5だったんや。やばない？作った人おかしいっす。お前や。うわあ！一番いいとこ行ったよ。うわあ！いい。跳ねた。コンクリバね。素晴らしいね。ナイスショー。ナイスショー。ナイスショー。すごい。今のはすごい。いきまーす。お願いします。あかんやん。やばい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 。最後止まってくれ。あ、よかった。あ、最後出た。危ねえ。意外とあれやな。変わらんかった。俺のあれ、あっこ当たってあの木こう出したからな。まあ、あるあるでほんまにミスったらこっち行くっすもんね。ちょっとミスったら、うん、俺1回目行ってん。あっちっすか。人生1回目のここの9番ホール結構やんだもん。それ OB？ いや OB ちゃうねん。 OB じゃないんや。余計なんかメンタルいい感じで戻られへんな。めっちゃ蹴りにくいんちゃうこれ。これやばいっすね。ガウンコいっぱいあんねんけど。これ梅谷さん食べてた。やばいな。蹴った後ここ、これやん。やばいってこれ。これむず。これ顔いくって勢いで絶対。あーこうやん。左しゃがみ両足系ですもん。左しゃがみでちょっとそこ危ないかもしれない。そうです。そうとかやったら、いや右と無理やった。左しゃがみ OK。 あの坂下らしたやんな。はい、いきます。頼む。あ、いったいった。よかった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 。あれ止まるか。なんで止まんの。なんで止まった。はぁ、あ、止まるかな。マジかよ。よし、これ軸足石からうんこあんねんけど。いけい、行ってくれ。下るんで、下るんで全然。バンカーに入らんかったら。お、ええやん。あの、嫁ひかさんいるじゃないですか。はい、いますよ。嫁ひかさんとの出会いって何やったんですか。ティンダ。今時って。5年前、ちゃうわ。5年前ちゃうわ。何年前や。大学僕が。え、大学の時からもう。付き合ってるで付き合ってる。大学4回やから、5年目。結構。6年目や、今年。長いです。出会いは、株式会社神戸松田というところ面接で一緒やったんですよ。そこの面接で一緒やって。話入ってこ。残骸。綺麗なとこ食いたかったら全部食わせてたから。そだらけで。ほんで面接で一緒。面接で一緒からその恋愛に発展するんですか。企業見つけんと彼女見つけてもってさ。就活中そのあれで1回の面接であったんじゃなくて、はい、4次面接まであってんけど、はいはいはい、全部一緒やってん。おお、はい、たまたまで嫁ひかさんも受かったんですか。受かったけど向こうは蹴って違う。ああなるほど。違うとこ就職して、多分同じとこに就職してたら別れて今はないな。向こうが違うとこ就職してくれたからよかった。だからあ最初に同じ会場の時から牧彦さんが声かけようみたいなあったんですか。いやないない。どのタイミングですか。最終の1個手前の面接で帰り道に声かけて、でそこでは別に LINE 交換してくれて、最終面接も一緒やって、最終面接の会社までの行き道も一緒やって、たまたま電車がタイミングあれですごっ一緒に行って、その日に LINE 交換しなくてちょうどお互いの知り合いがおって、はいはいはい、でその人経由でこあれなんですよ、あの来ました。ええー、その受かったか
最終面接の後に受かったかどうかが気になるから、それを向こうが知りたかったがために、すごっ、だから受かったって、受かった、はいはい、ライン連絡で来たみたいな、あ俺まだ来てないでって、そっからです。へえ、すごい。じゃああれっす、嫁彦さんも嫁彦さんのことちょっとあいいかもみたいな、まあまあそうちゃう。それはそうじゃない。すごいないですか、もうドラマみたいじゃないですか、ほんまに。いやいやいや全然ですよ。1時2時でどっちかが落ちてたらもうないっすもん。あそう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 、ほんま、すごい、すごない。俺も就活しようかな。でやる。無理やろ。おお、おはようございます。はい、スーパーショットみたい、お願いします。次僕4打目なんですけど決めます。おこれ決めたらやりくい。いやもうイメージできてます。決めるイメージできてます。いやあるよ、あるよ、これ全然ないやん。いやこれ降りてくるっすよ。あーあー止まった、よいしょ、うまい。降りる系や思うたな俺も。センスあるっすよ、キカさん。フットゴルフやめてください。そういうので影響でなんか勧誘されて4時のタリスに来てくださって商材渡してくるんです。よっしゃ、僕の4打目。4打目これはハイランク、次僕入ったら一緒やもんな。確かに。うわ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 、取れてなかった。あ、緩いか。しゃあ僕何だめ。 5? 5っす。これ決めなあかんねん俺、かっこいいとこ見せな。だって持ってるって言われたもん、大一番に強いって言われたもん。外すわけない。俺がちょっといかんねんねん。ってことはこっちは。おおおおかわいいのかい。お前もう狙ってないやん。足こう向いてたのにこっちからこう入ったやん。はっ。とりあえず一回一旦集計して向こうで。よし、はい、ありがとうございました。こちらこそありがとうございます。ありがとうございました。めちゃくちゃ面白かった。めちゃくちゃ面白かったです。久しぶりのフットゴルフ。スーパーショットばっかやったじゃないですか、ここに。いや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 、もっと次はあったかい時期にやります。確かに。本当に寒くて、本当寒いだけなんで、今日バレンタインやん。バレンタイン男2人でフットゴルフしてるから。結果っすね。あ、結果結果勝ったんちゃうから、結果が脇彦さんがよっしゃプラス2。うわーあかん、あかん。プラス2、プラス2です。プラス2すごいですよ、冬場でプラス2は。翔くんは。僕はマイナス3です。おおさすが。よかった、これでゲスト紹介して。あ、ほんまや、ほんまや。危ない、もう企画ここで終わるとこですよ。ボダーさんね、ここで。はい、ボダーさん。はい、僕負けましたんで、じゃあ紹介します。僕の LINE にいる人に、はい、中野さんとか。いいやつなの。よく知ってるよ。電話しますね。もしもし。はい、もしもし。あの、りょうくんってわかる、フットゴルファーの。あ、もちろんです、もちろんです。はい、りょうくんのチャンネル、りょうくんのチャンネル撮影してまして。はい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 。で、りょうくんのチャンネルでフットゴルフの新しいこう企画みたいなんで、こう呪術つなぎというか、りょうくんと対戦する相手をリレー形式でやるやつやってまして。はいはいはい。で、僕の後がちょっとお願いできないかなと思いまして。ぜひぜひ、私も。すごい、めちゃくちゃ優しい。優しい。フットボールちょっと、はい、やりたかったんですよ、僕も。言ってたもんね。マジやりたかったっす。じゃあぜひ、おつなげさせていただきますので。あ、ルンパ、ルンパでございます。ルンパでございます。ルンパです。マジっすか。ルンパ君、ありがとうございます。いや、もちろんでございますよ、ぜひぜひ。ちょっと東京の方に行かせてもらうんで。あ、よろしくお願いします。いや、嬉しいです、本当に。ありがとうございます。ありがとうございます。また、じゃあ後日連絡させてもらうんで。はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。ありがとうございます。ありがとう。またね。はい、りょうくんが入れないビナーズでまた会おう。すごい引きまたね。はい、ありがとうございました。はい、いやー、うまかったですか。ありがとうございます。いや、
すごっ、はい、すごい、もう親友といえばウンパなんで、ありがとうございます。じゃあ次回の企画は、うん、ゲストウンパルンパくんということで、よっしゃ、いや楽しみです。ということで第1回目の記念すべき企画はマキカさんでした。よっしゃ。